はい、皆さんこんにちは、モロトフです。ザ・ギルド3、続きをねやっていきましょうか。現在はね、1407年冬ですね、プラハとなります。早速イベントですね。はい、後半です。裁判ですね。お、家族の一員のレベルが上がったとも言ってますね。まずは後半ね、ちゃちゃっとやっていきましょうか。憎きドクロ一族ですね。厳しくしていきましょう。牢屋行きですね。よいしょと。はい、これでいいかな。そしたらば、家族のね、レベルが上がったので、子供ですね。見ていきましょうか。子供結構ね、ポテンシャル高いなと思うんですけども、ゆくゆくはね、彼はね、我々一族の長となるので、カリスマが必要かなと思いまして、カリスマに振っておきましょうか。さあ、それ以外、前回ね、我々ね、位が上がりました。自由市民になりましたね。これによって、いろいろね、できることが増えたので、ちょっとね、チェックしていきましょうか。お金は6000ゴールドくらいですね。今回ね、何をやりたいかというとですね、建設で、我々ね、新たに作れる、これですね、ロストラ。この上でいろんなね話をするとみんなね集まって聞いてくれるっぽいんで、これをね設置しておきましょうか。で、どこに設置しますかということだよね。はい、と思ったら時がね過ぎましたね。春になったぞ。よしよしよし、我々の自宅のね隣にここに設置しましょうか。いわゆるお立ち台みたいなもんだと思いますね。5000ゴールド、これのためだけに5000ゴールドはね高いな。できたらば、奥さん、もしくは旦那さんをね、ここに立たせて、自分たちの功績をね、アピールしたりするぞということですね。なお、奥さんはここにいるのか。今後ね、奥さんもいろんなね、アピールをするためにあたって、ちょっとね、みすぼらしい服を着ているので、服をね、新たに新調していくというのはどうでしょうか。ちょっと待ってね、イベントもありますね。結構忙しい状況。一旦イベントをね、サクッとやっておきましょうか。はい。お立ち台もね、できたようですね。スリ2件。もう極悪だね。もう牢屋行き。よいしょと。続いて、こちらは、他部族から、ドクロ一族へのスリ。まあじゃあ、罰金にしてあげましょうかね。甘くしてあげる。はい。そして、奥さんですね。ちょっと見ていこうか。奥さん、今ね、服何を着ているかというと、職人のね、衣服ですね。これは非常に安いものなのかな。衣服で、選択すればいいのかな。いろいろありますね。農民の衣服とか、平民の衣服。多分我々はね、この自由民の衣服、これがね、合うんでしょうか。ただ、お金結構あるので、例えばこれなんか買えるのかな ?2301 ゴールドで、貴族の服ですね。これで得られるものは、名声ボーナス 10%、そして影響力の獲得能力がプラス 3% と書いてあるな。それ以外、こういったものもあるのか、ちょっと安いのかな。そんな感じだね。あとはすごい風格のあるね、服装みたいなものがありますけども、これ若干高いね。おー、貴族の買っちゃおうかな。なんかこれ欲しいな。これちょっと買っちゃいましょうか。入れ替えておきましょう。多分ね、こっちは売るということになると思います。はい。やった。結構綺麗なものですね。あとは高級品。ちょっと見ていこうか。ダイヤモンドはね、さすがに買えないか。ルビーの杖。これ買えますね。これちょっと買っておきましょう。はい、装備しとく。これでだいぶ違うんじゃないでしょうか。お金ね、700ゴールドに減ってしまいましたけど。そしたらば、奥さんね、早速お立ち台にね、立ってもらいましょうか。場所としてはこれかな?やろう。影響力ポイントを使うのかな?それともゲットできるんでしょうか?多分ね、影響力ポイントをね、ゲットできるんだと思うんだよね。はい。こちらね、奥さんですね。いいね、いいね。スローモーションになってるか。ちょっとね、倍速を上げていきましょうか。おー、なんかちょっと貴婦人感が出てますけども、とうとうね、旦那さんだけじゃなくて、成り上がった感じもありますよね。さあ、場所はどこだっけ?よいしょ、よいしょと言ってくださいということで、そろそろ近くかな?ここら辺にあるはずですね。ここだ!よいしょと。はい。ここでいろいろね、話します。我々の功績をね、ここで訴えるんでしょうか。こういう感じで話していくと、立ち止まる人がね、出てくると思うんですね。そうすればね、我々の影響力もぐん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 上がるものだと思います。まだそう簡単にはやっぱりいかないのかな。はい。そしたらば、これは法律を変えるね、投票ですね。
建造物を調査するどうしますかということで、まあこれ非合法でいいんじゃないでしょうかね。どんどん厳しくしちゃおうかな。はい、そしたら一人ね、賛同を得られております。よしよしよし、もっともっとみんなのね賛同を得たいけど、さあどうなんでしょうか。立ち止まるかな、立ち止まらない、なかなかね難しいのかもしれない。そろそろ終わりかな。そうすると影響力8ポイントですか。うん、なかなかしょっぱいね。次旦那さんにやってもらおうかな。それが良さそうな気がするね。じゃあ旦那さん指示を出しておきましょう。おいしょと、お立ち台に行ってくださいねと、はい、いうことですね。おっと、そしたらここでドクロ一族がなんか戦ってるね。また悪さをしているんでしょうか。どっちがね強いのかというと、お互い様な感じがしますね。ただドクロ一族の方がやられそうです。お、こっちがやられたか。そしたらね、盗むんだよね。で、このドクロ一族ね、なかなか強いってことが最近分かりました。それはね、この会計帳のスコアというのを見ると分かるんですけど、これなんだよね。すべての一族がどんだけのスコアを持っているかと、スコアが高ければ一番ね、繁栄しているということだと思うんだけど、一番繁栄しているのはなんとドクロ一族なんですよ。で、私はどこら辺かというと、まあ、真ん中ぐらいなんだよね。で、一番ダメなのはこの緑ですね。ドクロ一族をなんとかね押し下げて我々をね上げるという作戦はどうやって取るべきなのか、ちょっとね悩ましいとこではあります。さあ私がね自分のね功績をこうアピールしているとこだと思いますね。結構リッチっぽい人が聞いてくれておりますがね、よかったよかった。さあそれ以外ですけど、いろいろレベルアップしているんではないでしょうか。器用さが足りないとかですね。あとこちらにもね新しいね、建物があるんで病院ですね、やっていきましょう。ここら辺かな。よいしょよいしょと、かなりいろいろレベルアップ皆さんねしてますね。あとはここら辺にもあったような、ここですね。あ、ダメだね。うん、ここ、あ、レベルアップしてないですね。はい、そしたら気づけば私の奥さんが倒れてますね。誰かに攻撃を受けたのかもしれない。うわ、あとはなんか建物やられてる。大丈夫かな。ここら辺だ、私の自宅だ。ちょっと怖い怖い怖い。一応ね従者いるんだけど見逃しているのかな。だいぶね物騒になってきました。現在の所持金は1,800ゴールドですね。うん、ちょっとこれ修理が必要かもしれないね。375ゴールドを使って修理をしておきましょう。家をね、ボコボコにされたっていうことだと思いますね。あんまりね、ボコボコにされすぎると突然ね、崩れるということだと思いますね。さあ、ちょっと物騒ではありますけど、スピードアップしていきましょうか。従業員がレベルアップしているというので、足していきましょう。よいしょと、こんな感じかな。さらにですね、イベントがありますと、結構いっぱいあるな。うん、また裁判ですね。なんか罰金の方がいいのかなね、どうなんでしょうね。よいしょと、ガンガンやっていきましょう。他の一族はちょっと甘くしていくという感じですね。わ、我々にスリしたな。多分これ奥さんやられたんだろうな。悔しいから牢屋行きですね。よいしょと、うん、役職のねパワーをねガンガン使っております。で、現在ね、2700ゴールドか。そうか、そうか。そしたらば、もう一つね、建物を建てちゃいましょうかね。病院をもう一個建てるっていうのはどうかな。多分ね、このね、位ではもう一個建てられると思うんですね。はい、病院行きましょう。どこに建てるかというと、この入り口がいいかな。ここ潰して入り口に建てちゃいましょう。よしよしよし。そしてお金をもっともっと貯めることで従業員を増やしていくという感じかな。お、一気に従業員がガンガン増えてきたぞ。よしよしよし。ありがたい。ここだね。よし。はいっと。一斉にね、雇った人たちが一斉にね、レベルアップしたということだと思います。はい。見て見て見て。こちら、船なんかもあるんだよね。今後ね、海外と貿易するためにはこういった船を使うんでしょうかね。なんかワクワクだよね。さあ、建物ガンガン建ってほしい。ちなみにね、次の位には何が必要かというとですね、お金ですね。うわ、またサボタージュしてる。うわ、ちょっと待って待って。なんか忙しいぞ。ここか。ここをぶっ潰されてんのかな。じゃあもう一回修理しておきましょうか。うん、危ない危ない。
次のレベルですけども、上流市民ですね。12000ゴールド必要です。かなりね、遠いですね。あとね、影響力もがっつり必要だから、これね、稼がなきゃいけないんだよな。稼ぎ方としては、お金をね、影響力ポイントに変えるということで、例えば役人にね、大量のね、お金をね、賄賂として渡すと、結構大きめのね、影響力が得られたりもするんですよね。さあ、こちらかな。作ることができました。5000ゴールド。なぜかいっぱい持ってるぞ。よし。じゃあ、ここで一気にね、人を雇っていきましょう。もう一個雇っておくよと。そして、ビジネスを回していきましょう。あとは、アドオンですね。従業員を増やしておこう。ね。トランスポーターも増やしておきましょう。これによってね、二人さらに追加できるので、ガンガン追加しておきましょう。多分ね、これでマックスだと思います。よしよしよし。これで結構、こう収益がね、来年あたりぐらいからがっつり増えていくんではないでしょうか。そろそろ誰かお立ち台立たせた方がいいのかな。どうなんでしょうね。あ、私がね、偶然ここにいるので立たせておきましょうかね。よいしょと。はい。じゃあお願いしますということで、お立ち台行きですね。よし。どんぐらいね、人がね、集まるんですかね。そもそもここってあまり混んでない場所なのかもしれないけど、あ、お金が一瞬マイナスになった。一人集まりました。二人。よしよしよし。さあ、来い。よ、三人来た。よしよし。いいじゃん、いいじゃん。ね。三人集まったらさすがにいいんじゃないの？はい。そしたら影響力ポイントは8かな？あまり変わんないのかな？どうなんでしょうね。よいしょと。そしたらば、いつも通りの活動をお願いしておきましょう。さあ、一人レベルアップですね。彼かな？よいしょと。やっておくという感じか。うん、うん、うん。なかなか順調ではありますよね。彼もやっておこう。よし。生産力とかね、もう100超えてますね。かなりみんなね、職人になっているということだと思います。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。続きがね、見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。So pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack, pack, gear, pack in. Pack, pack, gear, in. Pack, 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 gear, in. In, back, coast, hold back, in. Run away with me, we're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looked so pretty.